夏、夏といえば祭り、祭りといえば激辛、今宵も日本の食卓を元気にしたい。というわけでやってきたんですけれども、新宿の大久保公園に来ております。どうやらこう話を聞くと激辛グルメフェスティバルが開催されているということで今日来たんですけれども、この夏の期間ですね、8月7日、まあ昨日からやってるんですけど今日8月8日なんですけど、8月7日から9月18日の会長38日間もやってる、なんか第1ラウンド、第2ラウンド、第3ラウンド、最長第6ラウンドまであって、1日、今日はですね、9店舗出てるんですけども、9店舗が、その、全38店舗ですね、直接店舗で食べたようなお店とかいっぱいあってね、今日はちょっと今日、この9店舗中の3店舗のこの激辛を攻めたいなと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。あー、暑いな。ふきふきふき。今日平日なんでそんなに人はいないんですけども、もうこれでもかって辛くしちゃってください。はい、いっちゃうか。いっちゃいます、はい、あ、もうじゃんじゃん入れてください。3倍ぐらいいっちゃいましょう。いっちゃいます。はい、よいしょー。ありがとうございます。というわけでやってきたんですけども、はい、3つ確保してきました。これがね、ガパオ、まあ、ちょっとテロップで言いますけど、これガパオと宮崎辛麺と、激辛麻婆豆腐ということなんですけれども、はい、もうね、これ特別に結構ね、唐辛子をじゃんじゃん入れてもらったんですよ。こんな感じでもう真っ赤っかですよ。もう見るも真っ赤っかなんですけども、いかほぼのの辛さか身をもって体感したいと思います。では、いただきます。さあ、お手並み拝見ですよ。の前にビールを飲もう。まずね、じゃあこの宮崎辛麺からいきましょうか。いただきます。あー、おいしい。結構辛い、辛いですけど、あー、これはありがたい。この夏のスタミナをこうかける、このニンニクが入ってますよ。ニンニクがだね。さあ、続いてやってまいりました。ガパオの時間ですよ。激辛ガパオ。よくわからない唐辛子をふんだんに巻いてもらったんですけど、ちょっと調子乗ったらカレーは。いただきます。熱い。ここで塩気で汗を。ひき肉の香りが美味しいですね。お口の中に広がって。ひき肉、ほうれん草、これ半熟卵が入ってますね。これはちょっと気休め程度ですけど、これ半熟卵をこうグリグリすると、これうまそうですね。これ猫まんまが、ここで一発いっときましょうか。ここで来ましたー。塩きたーい。どう今日もびっちょこしょ、びっちょこしょ。うわ、熱いぞ。じゃあちょっと残りわずかだな、今じゃ。あれ、激辛、ケイカローの四川麻婆、はい、最後です。これ、ね、もう唐辛子がふんだんに使ってありますよ。いただきます。ラー油の香ばしい感じがしますね。ネギに豆腐に、はい、ひき肉、
味噌っぽいコクのある味わいがします。3品食べ終わったんですけれども、間違いなくバックファイヤーです、はい、これね、これ注意書きにも書いてありますけれども、美味しいからこれあまり食べ過ぎるとお腹や体調を壊すことがあるんで、ぜひあの皆さん食うときは気をつけましょう。まあちょっと食べる前にこう牛乳とか飲むかといいと思います。辛さレベルの発表をしていきましょう。今回食べた3つの激辛料理、辛さレベルじゃらららららじゃじゃん787です。食べ過ぎ注意ですけれども、辛さレベルもあの追い辛ですか、あの唐辛子もこの店員さんに頼めばどんどん足してくれるんで、辛さは無限大と美味しさも無限大と。今日もねこう見た感じね、もう7割方女性客が多いですね。で今日平日なので結構空いてます。まあ土日になるとすんごい混むんでね、結構夜遅くまでやってますんで、お仕事帰りに激辛をつまみがてらビールをぐびりという感じで楽しんでみてはいかがでしょうか。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターとかも更新してますんでフォローお願いします。お世話、もうねちょっと汗かきすぎてね、もうこの鉢巻きからもう、ね、多分ね汗多分絞れると思うんですよこれ。まあ出ないんですけどね。